私の名前はゆりかわみずき、地方の大学の3年生。勉強にバイトに就職活動も意識しなきゃいけない時期だ。いろいろ大変だけど楽しくやっている。この大学には同じ高校から入った子も運よく何人かいて、みずきおはようとよくつるんでいたりする。しかし大学とあっていろんな学校からいろんな生徒が入ってくる。いい人もいれば悪い人もいて、私の学年には香ばしい人たちが何人かいた。あ、女さん、人生イージーモードでいいよな。結婚して専業主婦すかなんて女をバカにすることがかっこいいと思っているような人たちで、距離を取ろうとしてもしつこく寄ってくるから大学中から疎まれてる。げえ、あいつらまたいる。遠回りだけどあっち行こう。うん。飲み会とかで割り勘って言ってる中、女子にやたら多く出させたりしてちょっと問題になったり、実家暮らしなのに気弱な女の子に無理言って毎日弁当を作らせて競い合わせたり、ろくな話がない。だからみんな関わらないようにしているのに、あっちから近づいてくるから厄介なのだ。ある時は校内にあるベンチに座って、その前を通る女子に向かって点数をつけたり、言い返してくる子にもニヤニヤゲラゲラ笑って謝りもしない。みんな遠巻きにしているのに、同じ高校の出身の子であるのぞみは普通に接していた。普通に接してる分にはいい友達なのだけれど、あいつらと知り合いだから距離置いたらという忠告も笑って受け流していた。大丈夫大丈夫、結構いいやつらだよ。いやいや、そんな風には見えませんけど。そんなある時、大学の帰りにのぞみを家に招いたら妙な反応をされた。結構綺麗にしてるね。いやいや、適当に置いてるだけだから。キッチンまで物色し始めたのぞみは四角い卵焼き器を手に取った。何これ。ああ、卵焼き器だよ。それ使うと綺麗な四角の卵焼きが焼けるんだよ。お金ないからね。お弁当作りも頑張ってるんだって教えたら、ふーんとニヤニヤ。言葉の通り、私は毎日お弁当を持って大学に行っている。例の嫌な3人組に茶化される時もあるが無視。これで、そっか、知らなかったのかなと疑問に思いつつも、その日は解散した。次の日、のぞみは大学でありえないことを吹聴し始めた。みずきちゃんはご飯を作る時にズルをしてるんだよ。は？一体何のことやらと昨日のことを思い出してみたら、卵焼き器が浮かんだ。まさかあれで？のぞみ、あのさ、ズルしてるからお弁当作ってることにならないとは思わないんだよね。はあ、騙された。はあ、何それ、もしかして中身全部コンビニの弁当とか。女子力アピールしたいからってそりゃないっしょ。ここぞとばかりに笑い出す3人。女捨ててんな。お前が俺の彼女だったら一発で捨ててる。呆れた。理由も聞かずバカにして笑うなんて、のぞみも大概だ。はあ？ズルって何？卵焼き器のこと？そうそう、あんなの使ってるのズルでしょ。だって普通あんなの使わないよね。卵焼き器と分かった途端シーンとなる教室。え、卵焼き器使ってることズルって言ってたの？そうだよ、だってお弁当作りにあんなの使わないよね。いや、普通に使うけど、あんた卵焼き器見たことなかったの？え？友達からそう言われポカンとするのぞみ。普通なの？あんたが物を知らないだけよ。のぞみは慌てて周りを見渡し、冷ややかな視線を送られていることに気づいた。私を笑っていた3人も卵焼き器をズルだということを理解して口をつぐむ。でもああいうのってできないから使うんでしょ。みんな使わないよね。いや、使うよ。うちの実家にもあるし。普通じゃんと所々声が上がり、のぞみは顔を真っ赤にして出て行ってしまった。それであんたらは言うことないの？いや、卵焼き器ね、まあそれがないとね、作れないってのはマイナスじゃん。マイナス4点ってとこかな。反省もせず謝りもしないところに頭にくる。でもこんな奴ら相手にするだけ無駄だ。もう話しかけないでね。あんたらを相手にしてるとこっちが変になりそう。なんだなんだ、ヒス起こしてんの？これだから女さんは。
それからさらに3人組とのぞみはみんなから遠巻きにされるようになった。ねえ今度さ、あいつらに関わると厄介だと他の学年にも伝わっていよいよ孤立し始める。のぞみはまだ私たちみたいに友達がいたのにね。何回も謝ってあげるから、卵焼き器なんて知らなかった、教えてくれなかったあんたが悪い、早くみんなに私が悪くないって言ってと自分勝手なメッセージが送られてきたが、まるっと無視、ついでにブロックもした。3人の方は迷惑行為がついに学生課や職員の方にも伝わったそうで厳重注意をされたという。だが反省するわけもない。まったく、イスな女がチクってうぜえよな。かまってもらえないから俺たちがかまってやってんのに、むしろ感謝してほしいくらいだよな。3人はさらにエスカレートしていき、致命的な事件を起こした。なんと呼ばれてもいないテニスサークルの飲み会に現れた。勝手に新入生にちょっかいを出したという。その場でならまだ先輩たちが注意してくれるからよかった。問題はその後だ。俺たちが大学での遊び方を教えてやるよと、なんと3人で家までついていこうとしたんだとか。気づいたら4年生が注意、たちが悪いので警察まで呼んだという。警察を呼ばれるとも思わず慌てて逃げ出すももう遅い。新入生は相当怖かったようで被害届も出すと聞いた。なんだよこれくらいで。女さん泣けば済むと思ってる？これくらい普通なんですけど。警官の前でもそんなことをほざき、かなり怒られたという。君たちはどれだけこの子を怖がらせたかわからないのか。カツを入れられ、学校や親にも連絡されやっと慌て出したようだ。だが時すでに遅し遅し。学校側も重く見て自主退学を促したものの、3人は開き直る有様。一応卒業はさせてもらいます。被害届は出すと決まったわけじゃないんで。ほんと、徒党を組めば無敵だと思ってるんだろうか。3人はそのまま変わらず、ついに卒業まで大学にいた。華やかな卒業式でも女子を冷やかすばかり。あんな派手なの金の無駄。着飾るよりやることあるんじゃないすかね。もちろんみんな無視。けれど3人は構ってほしくてたまらないのだろう。ずっと式の最中もぐちぐち言いまくり、卒業式が終わり、さあ解散して飲み会でもというところで私に近づいてきた。みずきさんさ、お弁当のズルはもうやめた？やめたよね。あれじゃお嫁さんに行けないよ。専業主婦になれないよ。よし、やめたかどうか料理してもらおうか。暇でしょ？抜き打ちチェックだ。いつまでやってんのそのノリ。あんたたちと関わりたくないのよ。話してるだけ無駄よ。行きましょう。フルシカとの私たちにますます躍起になる3人。なんだよ、怒んなよ。イースは良くないきり。女さんは就職しても楽な仕事しかしないしな。いいな。その時だった。ちょうど私の彼が迎えに来てくれたのは。お待たせ。卒業おめでとう。え？そう、私の彼氏はここの卒業生で大手企業勤め。わざわざ迎えに来てくれたのだ。首席まで取ったことがあるので、3人も顔は知っていたので言葉を失っていた。横にいたのぞみも固まっている。ありがとう、ごめんね。いいよいいよ、お祝いに何か食べに行こう。あ、こいつらが例の3人と。のぞみに気づく彼氏、ビクッと奴らの肩が跳ねた。ろくに魅力もない、いいところもない奴が人を攻撃するんだよな。他にやることないし、周りのせいにした方が楽だもんな。でももういい歳なんだからやめた方がいいよ。彼女欲しいならなおさらね。この人たちに言っても無駄だよ。なんでも女は女はっつってバカにするし。そっかそっか。まあそんなんじゃ一生彼女なんてできないから安心しな。でも敵意を向けるのはやめろよ。卒業式、他の人もいるのにはっきり言われて、3人はクスクス笑われ始めた。そんな年が離れていない同性の言葉なら聞くんじゃないかと思い、実は今までのことを話しておいたのだ。確かに効果はあった。3人は図星を言い当てられ黙り込んでしまったのだから。そうだ、せっかくだからあなたも飲み会に行こうよ。そうですよ、先輩に会えてみんな嬉しいんですから。そう、じゃあお邪魔しちゃおうかな。社会人だからおごるよ。やった！盛り上がる私たちを尻目に、3人、そしてのぞみは暗い顔で立ち尽くすしかなかった。そいつらを除いて私たちは最後の飲み会をして解散。楽しい楽しい大学生活だったと、ちょっと涙が出た。
その後、遅まきながら3人が迷惑をかけた新入生から被害届が出された。かなり労力を使うから迷っていたらしい。だが許せない気持ちが勝ち、ついに出すと決めたと。3人は捕まり、相応の罰を受けたようである。もともと全員就職が決まっておらず、フリーター、ニートにしかなれなかったから内定取り消しみたいなのはなかったようだ。大学も卒業認定を取り消し、それぞれの親はまともだったみたいで、迷惑がかかった子にはきちんと謝罪をしに行ったらしい。ただそれが終わったら絶縁を言い渡され、家から叩き出されたという。本当は彼女が欲しかっただけなんだ。強がってバカなことするんじゃなかった。これからどうしたら。しばらく3人で漫画喫茶などを転々としていたようだけれど、すぐにお金がつき、挙句責任の押し付け合いになり、3人は友達を辞めてしまった模様。家に泊めてくれる友達もなく、今は公園に野宿しているとか、住み込みのバイトを探しているなど聞く。辞めたところでもう失ったものは帰ってこない。身をもって知ってくれただろう。私の方は就職先で忙しい日々を送っている。彼とも同棲を始め、忙しさで目が回るほどだ。いやあ、ほんと絵に描いたような子たちだったな。時たま卒業式でのことを話す。彼は同じ男だから思うところはあったらしい。人それぞれ思うのは自由だけどね。言ってはいけないとブレーキをかけなきゃみんな失うよ。本音は心の中だけねってついでに言えばよかったかな。忘れたいよ私は。卵焼き器のことも。もうあまりに強烈な人たちだったしね。まあこの忙しさだし、そのうちすっぽり忘れるだろう。ご視聴ありがとうございました。また見てね。